皆さんこんばんは。はい、ということで本日はキコーナタウン茨城サイト店から生放送です。お願いします。お願いします。はい、ということで、本日もね茨城サイトからは、店長の雰囲気店長、はい、お願いします。もう早速コメントで雰囲気できてますけど、はい、よって感じでねいただいてます。久しぶりな気がするんですけど。そうですね、はい、多分ねあれ使用金銀の時でやったかな最後。あのちょっとあの甘当たなかったっていうのはもう黒歴史ということで、でもそこそこあの再生回数伸びてましてね、本当にあのすいませんでした、見ていただいてありがとうございます。はい、あの生放送でやらせていただいてるんでね、今日もよろしくお願いします。今日の相方はじゃあおみっちゃん。はい、はい、お願いします。ちょっとあの緊張してるということで。そうなんですよ、ちょっと店長と出るっていうのがまず初めてなんで。そうそうそう、意外にね、何回 2,3 回出てもらってるんですけど、全部あの一応スタッフさんとね、そうですね、一緒に出てるということなんで、じゃあ今日はちょっと緊張したおみっちゃんを私は眺めていきたいと思いますんで、はい、ほんまに緊張してる。あー危ない。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、大事なお知らせが お店からあるということなので、じゃあこれちょっとバシッとお願いします。お願いします。こちらですね、はい、はい、10月に入りまして、はい、10月6日、はい、10月6日ね、はい、はい、おめでとうございます。もう9年なんですね。です、はい、すごい、まあ、店長も、就任されてから2回目の就任ということで。そうですね、はい、はい、どうですか準備は着々と。もうやばいちゃいます、ね、やばいしやばい、いろいろやばい、業務もやばいしということでね。はい、まあ、今日はねちょっと月初で忙しいところね、はい、放送させていただきますけども、まあ、ぜひ10月6日、茨城サイト店9周年迎えますので、はい、皆さんぜひあのあす、お誘い合わせの上こぞって来ていただけたらなと思います。はい、全然来てください。あとあれですね、当日のお知らせに関しては、まあ、LINE だったりとか、ね、P ワールドでチェックしていただいたらなと思いますので、はい、ぜひぜひ、ご来店お待ちしております。お願いします。はい、じゃあ今日うつだいを、教えてもらいたいんですけど、おみちゃん今日うつだい分かってる？大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。今日何打つんですか？じゃあ、はい、CR 新花の刑事2、はい、四国の衝撃ですね。いやこれね装飾すごいっすね。もう豪華ですよ。まあいろんなねお店で増大っていうのは見てるんですけど、なんかすごいこんなきらびやかな装飾私多分今回初めてかなと。この家紋が面白いですよね。くるくるくるって回ってる感じ。これサイトオリジナルって感じですよね多分ね。オリジナルなんかな多分、ね、他の店はここまでのはなかったはずです、うん、はい、すごいきらびやかな感じですぐ刑事っていうのが分かるコーナーになってますんで、はい、今日はじゃあここで、はい、まあミドルタイプで非常に不安なんですけれども、あのまあ剛腕雰囲気店長の、当番ということなんで、もう今日はじゃああの当たり期待してますんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速次第行きましょうか。はい、6日日曜日やから、あ、すごい人かもしれないねって言われてますね。そうですよ、確かにそうや、日曜日ですね、はい、本当だ。じゃあちょっと皆さんね、ぜひ日曜日やからちょっと時間あるし寄ってみようかって方ねおられたら、ぜひぜひ。まあお店のね、あの台数も多いんで、1000何台でしたっけ店長。1040ですね。ね、ありますんで、ぜひぜひお昼からでもね、夕方からでも来ていただけたら非常に嬉しく思います。日本戦の後ですからね。おお、そこの戦でもバッチリ。日本戦ね、はい、そうや、今もあれですね、なんかスポーツのテレビばっかりやってますもん ね。 そうですね、テレビつけたらもうあのセリクやってたり、ラグビーやってたり、バレーボールやってたり、であとプロ野球も、阪神ね、なんと逆転でクライマックスシリーズ、すごいですよね。あれはすごい盛り上がりましたね、うん、あの鳥谷、ね、選手がちょっと今回で阪神退団ということなんで、うん、ちょっと最後頑張ってもらいたいですけどね、なんとか出てほしい、ね、ちょっと寂しいよね。結局移籍先は決まってるんですか、はい、まだ決まってないじゃん。ただまあ報道ではね、もうちょっと関東の方行くんちゃうかと、なんか千葉ロッテとかね、あの辺がちょっと注目してるっていうふうには聞きましたけどね。ちょっと残念やけど、16年も阪神 ね頑張っていただいて、ちょっともうほんと寂しい。メッセンジャーもね引退しちゃって、阪神どうなんねやろうと思うけど、まあ、でも若手にほんとちょっと頑張ってもらいたいですよね。
え、阪神ファンですか？私、え、誰ですか？私？はい。あ、そうですよ。まあ、野球で言うたら阪神かな。あ、店長、野球見ます？全く見ません。見ません。なんかもうスポーツ振られたけど、あんま見てないっていう。え、ラグビーとか見てるんですか？ラグビーは見てます。あ、ラグビー見てるんや。もちろん。え、店長、ラグビーやってたんですか？やってました、やってました。あ、やってたんや。はい、今、めちゃめちゃブームですもんね。なんか注目してる選手とかいるんですか？日本選手とか。いや、難しいな、それ。難しい。店長、ちなみにあのポジションはどこやったんですか？僕はね、はい、プロップもやってましたし、はいはい、ナンバー8もやってました、ね。でもやっぱ自分がやってたポジションの選手っていうのはちょっと見たりとかはします？いやー、それはあんまないですか。あ、あんまないんですか？まあ、フォワードとバックスでね、見たりはしますけど、はい、あ、なるほど。まあ自分のポジションで当てはめてっていうのはそんなにはないってことですよ、はい。店長、ラグビーやってたんよね。すごい。じゃあちょっとみんなあのワールドカップでラグビーちょっとまだあんまり知らんねんっていう人はもう店長に何でも聞いてください。行きます。ねえ、ルールとか変わってるんですか？いや、変わってないです。あ、全然変わってない。なんかね、あのバスケットとかはね、だいぶ変わってきてるんでね、私たちがやってた時とはもう全然違う風になってるからあれなんですけど、ラグビーはね、ルール変わってないってことなんでね、よかったよかった。刑事当ててくださいってことで、いやもうおみっちゃんおるからね、店長もおるし任せてください。任せてください。今日は何の日ですか？ほんま、今日は何の日ですか？もうちょっと頼むよ。今週は茨城祭りやな。2店舗とも実家帰ったら絶対行く店ですってね。 ありがとうございます。でも2店舗とも相性悪いですって。あの、またあのぜひ相性合う台をちょっとね探してください、ね、でも嬉しいですね、そういうお声いただいてありがとうございます。本当にまたぜひ遊びに行ってください。関西人はラグビーより陸上よりバレーより阪神なんだよって言われてますね。まあでも時間帯が今回こうバラバラなんで、まあラグビー見て、バレーボール見て、で夜中に陸上見て、でちょっとこう中継やってたら阪神見るかなって感じかな。こんなにでもね、スポーツ被ることってあんまないもんね。そうですね。まあ来年はあのオリンピックもありますし、楽しみですけどね。お、店長一撃チャンス。なんか熱そうじゃないですか。ね、え、あ、リンケージ。これで、切れたら熱かったんかなですかね。まあ、どうなんやろう。ちょっと、ガセっぽいのもあるけどね、もちろん。おー！早っ！やばやばちょっと早いっすよ。いきなり。やばいや、もう、いいですよ。やったりますよ、言うて当たったって、すごいね。さすが。じゃあ、これでね、確変が入るかどうかですけどね。まあ、ケージに関しては、転落。修正になってますので、まあ、箱編入った割とね、2400発取れますし、出玉も大きいですね。うわぁ、押した、押したで、ね、リンケージボタンも押したで、ね、押し込んだって、ね。いや、もう、何回も言うけど、パチンコの押し込みほど難しいもんないからね、ほんと。いくらなんでも早すぎましたね。でも開始5分経ってない。ほんまに早い。やばいやばい。当たるかどうかな言うとったのに。そう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 。まあね、あれね、まあ、ガセエース多いからどうかなと思ったんですけど、やっぱりもう仕留めていく感じがね、素晴らしい。素晴らしい。おみちゃん頑張ってよ。いや、僕リーチにすらなってないです。やばいやばい。保留変化。保留変化すらしてないですよ。いや、こうなったら確変入れようぞって、ね。おまわりさん、仕込みか。って、ね、いや、もう仕込めたらほんまに。もうこれぐらいのね、感じでもう仕込めたら私生放送やってて甲斐があるんですけど、ね。本当に。もうね、1時間2時間垂れ流しで当たりないというのが一番辛いよね。みんな辛いよね。確かに。かにね、おお、すごい店長、店長ちょっと今日持ちすぎでしょ。見せ場作りすぎでしょ。もう確変入ったね。おみちゃんどうするあと何見せてくれる？いや、僕の存在価値ないでしょ。いや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 、おみちゃんちょっとプレミアぐらい出さんとずっとあれちゃん。前もプレミアでも出しましたもんね。大丈夫ね。ほんまや、カオル君出たりとかしてたし。カオル君プレミアじゃないですよ。そうそう、ちょっとプレミアね。そう、ビタ当たりとか。そう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 。めっちゃ早かったね。店長何で行くんですか？あ、そうそう、これね、ラッシュがいろいろ。これ大事ですよ。行きがけ。行きがけでいいですか？玉を抜いてください。玉抜いてください。店員さんって言われる。さあ、これで店長は確変入りましたんでね、あとはもう転落しないことだけを祈ります。そうですよ、転落さえしなきゃいいんですか？そうそうそう、転落せんかったらいつまでもね。2400発も取れますし、270分の1で転落。そうそう、これ難しいよね。でもね、何でもない時はまんねんけど、そうです ね、 ね、結構すぐ落ちるっていうね、コメントも多いからね。ひどいのが、はい、リーチ1回もならずに落ちることあるんですよ。あの、いつ落ちてたんっていうね。そうそうそう、なんそれはありますね、確かにあるある。だから転落確変の怖いところはそこかなと思いますよ ね、 ね。またなんかリーチかかって、あのバトルで負けて、ああやったらなんか納得もできるんですけど、なかなかね、
いつ落ちてるかが分からへんからね。そうなんですよね。それが嫌なんでね。ちなみに海ちゃんこれ刑事とかは打つんですか？プライベートは。プライベート昔の刑事はよく打ってましたね。あ、本当ですか？これは1回しか打ったことないです、ね。どの辺まで昔の刑事っていうのは？円とか。あ、なるほど。まあマックスの時代の時ですね。マックスの時。缶とかねありましたよね。愛とか。円かな。もう円が面白かった。面白かった。このお客さんの潜伏やったんですか。これ潜伏ないはずやけどな。ないですね。はい、ナオエプッシュマン出して、あ、赤系の先読み来てますね。あ、緑。ね、店長ボタン。店長いいですよ。この前のまゆめさんの北斗の、サムネの苦労ということで、この間というか今週の土曜日初っ端な鶴見店の放送で、北斗8と北斗7かな。の打ち比べでやったんですけど何にも見せ場なくてYouTube のサムネイルどうしようかなってねちょっと考えたんですけど本当大変でしたね。結局何にしたんですか？なんかとりあえず1回だけ後半発展したんで、はい、そこをちょっと熱い感じでやったけどあれ完全に釣りですよね当たってへんやんけっていうほんまほんまにもうね割とね放送って大変なんですよ皆さんでしょうね、うん、何も起こんなかったでいいやね。リスナーが望んでるのは駆け抜けで実質 ST 入ってないパターンが面白いんでね。あ、潰れたんかって思うくらい連チャンすることもありますよねってね。上手は良かった。上手もだから各編のそのね転落率は500分の1かなんかですからね。継続率が確か 80% ぐらいあったはずですね。ただまあ出玉が、2400はなかったはずですけどもね。北斗なんもなかったのとは違うね本当にね1時間ちょい苦痛でしたね。本当にねそういうのも久しぶりにあって、はい、こんなん見せられたら明日漆黒やるしかないじゃないかと。やばじでね。いやもうほんまっすよ。20代ありますからねうち。いや多いね。おいおい確かに。まあ北斗、まあもう北斗と並んで看板機種ですからね。おお、あ、すごい。何で当たったんですか？コツ当たりみたいな。急に来た。急に来た。あ、いいよ。素晴らしい。青保留盛り上がっていい？今ようやく保留変化あったから。いいですね。七図柄揃いね、いいよね。転落は009だが当たって ST 入れて即転落したから転落は俺は打たんぞわらわらって。あ、確かに、ね、009もね確かに継続率は高いはずなんですけどね。ういっういっ、お緑、お緑来ましたよ。煽るね。煽りますよ。まあ、刑事はね、金予告が割ともう弱すぎるということなんで、ね、近畿でもちょっとあんま信用できへんよね。いや、ほんまそうですよね。キセルとかね、やっぱもう熱いリーチいかないとちょっとあれよね。そうなんですよね。なんかキセルも弱い感じしますけど、ね。あ、ほんと今回？いや、僕はですけど。あ、僕は3回やって1回当たったぐらい。そうか、3分の1ぐらい。そうなんですよ。まあ、50% ぐらいはないってことですね。ですね。刑事の転落確率信用できない。009の転落確率ですら一発で引いて終わるって。まあでもやっぱ連チャンする人もいるからな。だってもうこれちょっとデータランプ見せてもらったら12連とかもあるし、まあやっぱ難しいよねこれ。ほんとね。ほっ、赤こい。これ今一応緑ですけどね、ここからいけるかな。弱い。店長楽しそう。それは無理やわ、ね、それは無理やる。緑じゃちょっとやっぱね。緑はしんどいですね。赤保留以上欲しいね。あとはタイマー予告かな。ロングタイマーね。でも刑事はとことん相性悪いという人もね、わかる。私も刑事好きなんですけど、好きな台ってあんまりね、相性良くないんですよね。そうそう、好きすぎても良くないよね。好きすぎるとね、そう振り向いてくれないから。そうなんですよ。この前の北斗の放送は内容がマクロスデルタとシャアの話ばっかりしてたから、北斗台がほぼ空気でした。そうなんですよ。その売ってた方がガンダムめっちゃ好きな子やってね、はいはいはい、でもなんか北斗売ってんのにそうよね、ガンダムの話ばっかりやってたよね。そんな情報いらない。そうそうそう、もうあれなんですよ、あまりにも台が当たらなすぎてね、もうトークの方法に集中してしまうっていうね。もう一番ちょっと典型的なバターになってしまいましたね。まあでも話せるだけでよかったですね。そうそう、案外まあ半券知らんね人も多いし、なんか半券知ってる子がねたまにこうパッと出てくるからね。それやったらシャア打ってもらったらよかったなという話したんですよね。初当たり500分の1とか絶対引けないのに転落はすごい簡単に引けるよね。
やほんまね、もうその確率の不思議って言うんでしょうか ね確かにマックスとかそうやったもんね。普通に100回で聞いちゃいますもんね、うん、これはもうね、なんとも言えないよね、私たちも確率を信じるしかないもんですね。ゴッドイーターは店の扱いさえ良かったら刑事漆黒なんて目にならないくらい出ますってね。でもどこの店も刑事使いたがるのはなぜなんでしょうかっていうねコメントも来てますけど、なぜなんでしょうね、店長どうなんでしょうね。ゴッドイーター、ゴッドイーターまあもちろんでも裏話じゃないけど、ゴッドイーターに期待してた店はかなり多かったと思うんですよね。やっぱりそれなりの台数入れてるお店も多かったんで、ただやっぱり、なんやろな、半券なんかな、あの辺は。スペックはね、まあ、ミドルの、まあ、高継続機ですしね。なかなかやっぱ難しいところあると思いますけどね。まあもちろん、こう、茨城サイトとかの、こう、客層に合った台っていうのももちろんあると思うんで、それはよく聞きますけどね。確かにね、ごといったら悪い台じゃないと思うんですけどね。ただちょっとやっぱ、こう、刑事とか、その、例えば北斗とかガロとかね、そういう必殺仕事人とかと比べると、やっぱり、ネームバリューじゃないけど、やっぱ劣るんかなーってところはあるかなー。そうですね。やと思うんですけどね。はい。でしょ、入銀から500万ぐらい振り込んでもらってますかって言われてますね。そんなん、刑事増大してる店、そんなばっかりやったら、お前、入銀破産してしまうよ、ほんと。店長絶対入銀から裏金もろとるから。店長僕にもください。びっくりするよね、急に家こうたとか、急に車が変わってるとかね、お前ほおってなるよね。そうそうそう、そんな車乗ってましたっけ。で刑事使いたいの大人とか、まあでも刑事はね、こうなんていうの、やっぱ新基準機が増えてきてから、やっぱりね、こう北斗セブンだったりとか刑事とか、あ、やっぱいい台やったんやなっていう再評価はね多いかなと思いますね、確かに。うん、発売当時はね、まあ刑事やけどみたいな感じだったからね。そこまでじゃなかったんですけど、ね、そうですね。まあやっぱり座るのはこういうやっぱメインコンテンツが多いっていうのはあるかもしれませんね。北斗セブンが壊れてきてんのかな。いやどうでしょうね。まあでもそれを言うたらやっぱ無双の方があるじゃないか、やっぱり。うん、もう劣化してきてるよね、正直。もうだいぶ古くなってきたからね、台もね。なんで北斗の剣モードで打ってんの、北斗の剣モード。あ、これでバトル行きましたね。おお、これいいんじゃないですか。これね、イスパニアラッシュでしたけどね。店長、刑事の判決知ってるんですか。あ、漫画ですか。はいはい、漫画読みましたよ。あ、漫画読んだんですか。なんか好きなキャラいるんですか。好きなキャラ、まあ一応四大武将とね、なんかいろいろおりますけど。難しいな。難しい。結構分かれませんね、もうこれ。なんかね、もうほんまに王道の刑事好きな人もおれば、こう、直江が好きっていう人も多いですしね。なんか割とその2人が人気あるかなーっていう個人的にはね、思いますけど。琉球編とかはあんまりこう印象にないのでね、ちょっとなかなか難しい。はいはいはい、まあ、リサぐらいかな。そうですね。うん、嫁さん、そうですね。うん。あれぐらいかなーって感じですけどね。無双は確かにね、劣化してきたねってことで、そうですね。確かに確かに。まあもう、やっぱそんだけみんながあれですよ、売ってきたってことやと思いますけどね。え、刑事の嫁さんがリサなんですか。うん、そうそうそう。嫁いたんや。嫁いたんや。そうでしょ、多分ね、原作わからん人はそこのレベルですもんね。そうそうそう、そうなんですよね。そうそう。終わり方がちょっと微妙でしたよね。そうですね、なんか、そこまで伸ばす必要あったんかとも言われてましたしね。まあ大人の事情なんでしょうきっとね。そうそう、使命が悪いとね、ちょっとこうなんかモヤモヤしちゃうとこありますよね。あ、結構負けてますね、これ。落ちてる。いやー早いでしょう。でも店長の引きやったら分からんすね。あ、初当たりも早いけど、い落とすも早いです。めっちゃ早いみたいな。3点やったからな。3点どうなんやね、あんまつないんかな。じゃあね、コメントもちょっと読もうわね。夜遅くまでお疲れ様ですってね、ありがとうございます。本当ね、山形から見てます。キコちゃん中毒者です、こんばんはってね。こんばんは。もう当ててくれら寝落ちしちゃうって言われてますけど、まあとりあえず当たったんですけどね。ここからどうなるかって感じですね。福島からってね、おみっちゃん緊張してるんやったら緊張をほぐすために店長のここだけは直してって思うところを一つ言ってください。いやー
ここ直してくれ。いやもう一緒にお仕事されてどれぐらいですか、おみちゃん。1年ぐらい、1年ちょっと仕事させていただいてもらってますね。あ、じゃあもうあれよね、店長の子も酸いも甘いも知ってるよね。いや直してほしいとこですか。直してほしいとこ、店長のこう癖とかでもいいけど、あれなんですよ。おうおう、教えて教えて。僕らインカム使って仕事してるんですけど。そうですよね、業務中はね。そうなんですよ、確かに確かに。あ、まあ、店長の声は、はい、渋くていい声なんですけど、おインカムで使うとうちょっと聞き取りづらい。ちょっとどもっちゃうってこと。なんか声がかき消されちゃうってこと。みたいな。そんなんかもしれないですか。ごめんなさい、すいません。なるほど。いや、なんかそう話してると、はいはい、なんか あれ今店長なんて言ってたって周りの子に僕聞きに行くみたいな。周りの子はどうなん、ちゃんと聞き取れてるの。自分の耳の悪さを。いや、お前人のせいにしてる。あ、そうなんや。まあ、でもインカムあるあるなんかな。ちょっと声が ね低い人とかちょっと通らない人、やっぱあれ結構難しいもんね。そうですね、ただまあまあまあ、そうですね、それぐらいですね。でも僕は明日から店長のインカムの声めっちゃはっきり言いそう、めっちゃ期待してます。いや、もう喋らへん。無言とかね。無言になって。あるあるって音がおかしいの、電話でもよくありますよね。でもね、なんか聞き取りにくい、なんかね、電話通してやっぱ声ちょっと低く聞こえるんかな、あれね。そういう多分マイクもそうなんですけど、私も一応こう普段が声ちょっと低いから、放送はちょっとだいぶ高めで喋ってるんであれなんですけど、私もあんまり声通らないんで、普段声低すぎてね。そうなんですよ。もう無双そろそろ撤去して転生セブンでいいよ、転生セブンの方が面白いよって言ってました。あ、そうなんよ。嘘。まあどうなんやろね、そのなんてやろ、立ち回り的にはね、なんか無双でやっぱりこう売ってる人もおるし、まあでもサイトは転生セブン多い方やと思いますよね。他のお店に比べたら全然多い方やと思いますけどね。まあでも大事にね、こう使っていてもらいたいですよね。ああ、やばいやばいやばい、100回行ってますよ。やばいやばい、転落した。決着って。早ない決着。まあ、ここでね、開いたらあれやけど、やっぱさっきのバトル負けたんがあれかな。早っ。やっぱ落とすんも早かった。まあ、3000発あったらちょっと頑張れるかなと思うよね。早かったね。早いですね。簡単に500分の1引いたよ。いや、ほんとね、こう転落係の怖いところでね、終わった。早すぎて、早すぎたね、確かに。雰囲気さん、明日からファルセット聞かせていこうねって。ちょっとビブラートとか聞かせつつね。終わってもうたーってね。早かったね。早かったっすね。おびちゃんがディスったからや。え、僕のせい。そんなバカな。声がとか言うからね。店長、いい質問。雰囲気の感じかけるようになりましたか。いやいや、かけないんですか、店長。ね、ほい、店長、大丈夫。昔ね、柏木店長が多分、まだ新大阪におる時代かな。会社説明会でね、出ていただいたときに、履歴書をね、ちょっと多分公開させてもらって、その時の履歴書をみんなで見てたら、あら探しし始めた視聴者がいて、よく見たら、これ、なんか雰囲気を雰囲気って書いてる言うて、そうそう、えらい言われて、そっから雰囲気店長になっちゃったんだよね。あ、そういう由来があるんだね。そうなんですよ。まあ、もちろんそのなんか間違える感じとかあるじゃないですか、こう言葉でも、雰囲気やけど、なんかこうニュアンスで雰囲気って言うてしもたりとかね、そういう類やったんやけど、なんか間違えてるみたいになってこういう感じだったんやね。まあもう書けるそうです。はい、大丈夫です。多分雰囲気、なぜか変換できない。そうそう、雰囲気ってこうね、打って変換できひんからなんでやろうって言って雰囲気にしたらこっちかっていうね、気づくパターンも多いよね。メールとかね、確かにそうだね。刑事は267分の1の確率の転落やったよね。500分の1はあれやね、多分ジョーズとか、セイントセイヤだと思うね。これは多分260分の1かな。多分270分の1です、ね、そうですね、はい。だからあれから簡単に見えるのかな、落とすので、ね、体育館とかね、そう、体育館って言うけど、普通に打ったら体育館じゃないと変換できないのね。おみっちゃん、明日から店長雰囲気とか言うなよ。絶対言うなよ。
言うなよって。いやいやいや、僕が書けるかわかんないですからね。あ、本当？そうそうそう、漢字なぁ、あれでも漢字って書かないと忘れちゃいますよね、ほんと。そうっすね。うん、私も最近ほんとペン取ることあったけど、なんかもう漢字が全然出てこなくてちょっと怖かったですけどね。あー、やっぱあのね、メールとかああいうのに頼ってるからもう勝手に変換されるし、ね、楽してんなぁって思いましたけどね。書けないですよね、書けない。やばいよね、ほんとに。あ、今日は男子バレーボールやってました。イタリアからストレートの金星でしたよ。え、すごい。え、男子バレーイタリアに勝ったのすごいね。すげえ。なんか男子バレーあんまりね、こうやっぱちょっとあのあれやけど、あんまり強いイメージがあんまなかったからね。ないっすね。なんか女子は割とこうなんかこうみんな盛り上げてわーっていうイメージあるけど、あとはなんかあのあれよね、男子バレーの選手男前多いみたいなコメント前もらいましたね、そういえばね。阪神ね、鳥谷対談は誰も悪くない、球団は若手使いたいし、鳥谷は今年そんな活躍してないし、対談はしゃあないよねと言ってますけど、まあこれなんかね、その私たち阪神の中のことをわからないからあれなんだけど、まあちょっと阪神のね、その上の人もちょっと話し方がねあったんちゃうかみたいなことが言われてたよね。まあ引退こうする、引退勧告するにせよ、ちょっとこういろんなね、こう言い方があったんじゃないかみたいな、それはあったよね。はい、店長は千葉木コーナー移動でもいいですかって言われてますね。千葉木コーナー千葉転勤。今行けと言われればね、行く。まあまあね、一応でも店長あのご家族おられるからね、まあその辺は配慮して、あんま、まあ、関東はないと思うんですけど ね、 ね、 今いきなり文店長関東行くって言ったらえってなるけどね。なりまして困りますよ、そんな。びっくびっくするよね。毎日ディズニーランドですね。贅沢。確かに、あの朝ディズニーとかね、日あの夜からディズニーとか。お子さん喜ぶかもしれませんけどね。ラグビーしてたのに雰囲気を雰囲気、あ、雰囲気を雰囲気って書いてたのだけどね。それ関係あるのかな。はい、店長のポジションは左寄り、店行った時に確認しました。どういうこと。左寄り、どこのポジション。うん、店長にも五郎丸みたいなルーティーンはありましたか。いや、ない。あれはちょっと特殊なんかな。まああのね、イチロー選手とかもそうでしたけど、こう打席入るときにね、こう落ち着かせるためのルーティーンっていうのをね、作る選手は多いですけどね。まあ、例えばあのなんかこうグラウンド入るときに左足から入るとかね、こうなんかボールはこうこのボールから使うとか、なんかそういうこだわりを持ってる選手ももちろんおられるそうですけどね。店長は特にそういうのはなかった。ないですね。なかった。まあね、そういうね、こだわる方がなんかちょっとこう神経質になるっていう人ももちろんおられますしね。験担ぎですよね。最近ゴルフ中継見るのが好きっていう人もいますね。ああ、そうなんや。ゴルフか。女子の、ね。あ、そうっすね。店長詳しいっすね。いえいえ。え、店長ゴルフは触れるんでしたっけ。いや、もう会社で行くぐらいですね。あ、そっか。あの、ゴルフコンビありますもんね。はい、あの、そういう中継は見たりするんですか、お休みの日とか。あ、まあ、日曜日とかやってますもんね。あと夜中のあの前衛とかね、あの長いのやってますもんね、はいはい、4日ぐらいやってるから。あ、スポーツはね、店長結構見られるんですね。男子バレーはイケメン多いからみんな明日も、あ、今日見てねと言ってますね。イケメン推しの方いますね。確かになんか顔の系統ちょっと変わってきましたよね。なんかこう今風の感じの選手増えてきたな。昔もうちょっと ゴリって感じの人多かったもんね。おお、びっくりした。いきなり来た。いきなり来ましたね、店長。ちょっとびっくりした。声のお店場って言うんですよ。いやいや、おーおーおおおお、それでバチンって当たったら見せ場やけどな。これフリーズ予告どうやったかな。え、もうよく分かれへん。でもバイブってるな。あ、でも、あ、金か、ね、保留変わらへんね。そうっすね。おみっちゃん当たってから言えって言われた。赤にある、赤にある、あれ、あ、とりあえず赤。あ、二段階熱い。あ、二段階熱いって、おみっちゃん。熱い、おい。おい、キセル来い、キセル。そう、キセルがね。そうそうそう、ケージやっぱキセルが大事よ。赤か。これこれ。お、あ、来た、来た。長い。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。これ裏ボタン押す？え、どうやって押すんですか、これ。え、カンカンカンの時に押すんじゃなかったっけ。タイミングよくやけど。全然タイミング合ってへん。恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい。確か歴代のゲージでそのカンカンカンの時にボタン合ってたらなんか一発告知になるとかあったような気がする。 でも赤保留で着せるでしょ。いや、まだ弱いですね。弱い。
いやどうやろうな、なんか圧言ってたけどな、高尾は高、平勘と信用できる。今日入銀やから、はい。あ、でも視聴者の人が 95% 当たるって言われてる。え、マジで？めちゃめちゃ高確じゃない？これ 95% 俺じゃあ 5% 低くなるなある意味レアですよね。ある意味レアで、まあタイトルは赤文字やったけどな、このテロップは白だけど、どうなんだろう ね。え、こっから発展があるんじゃないですか、まだ。掲示ボタン欲しいねって言われてますね。掲示ボタン、あの刑事がくるってきてこうパッてね、手でボタンやる演出あるけど、逆に声で外す方が難しいよ。マジで？いや、全然当たりしない。え、します？全然しないですね。え、あ、赤やね、まあまあ一応5やけどな。こんなんで当たるんですか？うわぁほらほら、いやいや、今日の2人いいよいいよ、強い強い。ほんまや、 95% 当たるて。すごい、視聴者さんすごい。遊戯も揃うまで信用できますね。揃った揃った。あ、すごいね。今日なんか当たり方あれやね。なんか特殊というか。すごいですね。ちょっとレア。店長もレアな感じやとし。ああ、ここはまあしゃあないな。ここはね。店長見といてくださいね。ほんまや、なって言われた。なって言われた。なって言われた。すごいね。これで確変入れないと。さあ、よかった。よかった。とりあえずホッとしましたわ。本当ですね。え、やっぱサイトは引き強いんじゃないですか。うん、使用金銀の時何度も言えんかったけど。調子悪かった。調子悪い、ちょっとね、ちょっとあれやったね、コンディション悪かったね、うん。まあ、でもおいちゃん出てる時は割と当たってんもんな。僕全部当ててますね。ああ、ゴッドイーターのとあのエヴァの時もね、あれやったし、ね、あとヤマトの時もね、ヤマトの時もあれはめっちゃレンジャーしたもんな。めっちゃレンジャーしました、ね、確かに確かに、プロやからな。ここで核兵入れなきゃってね、確かに。あとは松風の機嫌次第。ああ、そうね。乗り越さないとね。行きがけモードお願いってね。行きがけ。しゃあないな。え、店長これやらかしたらですね。いやもうこれはちょっとあれじゃない？こうやっぱ店長と役職の違いじゃない？まだある、まだある。からのないんかい。うわあ、な、入れ入れんやろって。そこまで予言された。あくまでも。時短が？時短100ですね。じゃあ100で当てりゃいいやん。あ、そうそう、そういうことだよね。はい、引き戻しも。まあ、そうやな。ほぼ 50% っていうかね、しんどいよね。55% やか、へそね。55% ですね。あの、鼻で笑われましたよ、ふって。はっって言われた。間違いない。こんなもんやろうけど。こんなもんですよ。俺は入らないの知ってた。あの振りを見たとき、お蜜は入れれないって分かってた。当たるけど、核兵は無理ってことね。うそー。なんかパワーがあんのかな。あ、まだ足りんかった。ね、今日、ライトミドルの方のゴッド板は打ちましたよーって。あ、緑。緑でなんもないんか。でも最近の台、緑でもほんとなんもないですもんね。ねえ。ちょっとね、寂しいですよね。そうですよね。緑でも期待できてた時代がね。そうですね。今日7つの滞在打ってきました、あれ面白いねって言ってますね。 あのライトミドルの方ですかね。ほうほうほう。あれもあの出玉ね少ないんですけど、後継続の台になるんで、あれもい あのいい台だと思いますけどね。店長、インカも買い替えましたか？旧規格もうすぐ使えなくなるらしいですね。え、なんかの電波の、法律が変わるんでしたっけね。で、あのそうなんかホールそう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 、でなんかホールで今使ってるインカものを、まあ、全部かわかんないんですけど、なんかもう2020何年間に使えなくなるから、買い替えしなさいみたいなのが、なんか出てたらしいです。どうなんやろうね。そうそう、電波法っていうのが一応あるんでね。いや、インカモもね、一応無線電波とか飛ばしてるんで、それが使えなくなっちゃったらね。まあ、でも確かにインカモ買い替えてほしいみたいなホールスタッフさんの声たまに聞きますけどね。ちょっと聞こえにくかったりとかね、あるもん全部。もう古いんで。確かに今いいのあんのかな、ね。声も変えれるとかって面白いんだよね。なんか変えないと罰金やるんじゃなかった。一応ね、電波法は本当にちゃんとあるんでね、はい。まあ、もし変えろってなったんやったら多分アナウンスあると思うけどな。はい。確認しようね。そうですね、確認した方がいいですね、もちろん。今日7つの滞在、赤に変え外しました。まあ、赤はな、しゃあないよね。赤赤これいいな。赤難しいかな。赤は難しいですね。確かに。まあ一応ね、今日は初当たりは取れたから。
まあまあまあ、あの YouTube のサムネイルは困らずに済みました。よかった本当に。もうみんなね、視聴者もそれ知ってるから、今日サムネどうするって聞かれるんですよね。見せ場なかったら。なるほど、マジで。だから YouTuber とかマジで大変やで、ほんまにサムネイル、ね、作るのね。安心して、俺は北斗8で7点赤タイトルキリンカットイン外してきましたよ。マジで。そうそうね、北斗の7点はもうむちゃくちゃ熱いって思ってたけど、外れるんやな、ね。最近は金複数絡まないと当たる気がしないですよねという方もありますね。確かに。まあでもね、さっきの店長みたいにこうなんか突当たりみたいなんじゃないけど、あんなんもあるからね。結構レアっすよね。うん、私もあの当たり方は見たことなかったんで、ちょっとびっくりしました。はい、おめちゃん見せ場は今日ちゃんとできたから安心しとき。あー、よかった。つるみよりマシって。いやいやいや、もうね、そら過去放送も遡ってったら、ほんとあんまデジ2時間当たらへんとかあったからさ。しかもあれですよ、茨城サイトやったと思いますよ、それ。そうそうそう、あの本当にあれですわ、池澤マネージャーがまだ店長時代の時だけ、だいぶ前ですけどね。そうそう、あんまデジ2時間当たらへんってどういうことやねんって。あんまデジで。そうそう、でもあるからな、確率的には。まあ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 、まあ、全然薄いとこ引きましたけどね。でもあんまデジで900はめたことありますか。あれね、あるよね。そんなに頻繁にはないけど、ね、たまにあるからね、やっぱりそれがやっぱ確率のね、まあ面白いとこでもあり怖いとこでもあるかな。なんかおみちゃんあれやね、時短中はあんまりやっぱあれやね、リーチかかれへんね。いや、そうですね、ちょっと時短で当てるっていうのもね、ちょっと見せ場としてはいいでしょう。いやー、すごいことやね。時短で当てるってなかなか難しいよね。でももうあと、あ、緑来た、緑、赤、あー、緑止まりか。緑か。あ、でも赤系やね、エース。リーチも来ないねってね。これリーチになるでしょ、さすがに。あ、まあ赤すからね。最初で最後の。最初で最後。お3つ緑で当たると思うなよ。せやな。そらそらそうや。でもリーチかかったらなんとかってなるよな。期待はしてないけどね。メーカーは北斗2とか3とか後継機出していったら激アツっていうのを自らのメーカーが弱くしていってるよねってことで、どう、まあこれはどうなんやろうな。まあ、激アツ。おお、店長、え、これ熱いか。でも急に出ましたね。あ、でもリーチあれやね、またケージのリーチ。なんでや。何が熱かったんやろう。店長仕込んでるでしょ、また。また。ただ今んとこ激アツのニュースあんまりないけどな。どっかで来るんですかね。あ、これか。おお、あ、いいですね、ケージビジョン。あれ、知り上がりのパターンかな、これ。前半特にあれですよね、店長、そんなに熱くなかったですよね。店長もえみたいな顔で。そう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 、なんで激アツなんみたいな。店長は核変入るまでが見えるって言われたけど、ほんま6点敗やけどね。これは外れる。ああ、もうなんちゃって激アツか。あとカットインかな。だって青やもんな。刑事の激アツってやっぱ信用したらあかんのか。いや、店長はやってくれますよ。やってくれる。いや、ほんまや。いや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 、店長怖い怖い怖い。当たるんや。店長逆に怖い。引き強すぎでしょ、今日どうしたんすか。びっくりしたやん。当たんのね。これで当たるんか。刑事、分からへんね、やっぱ。ごめん、これ無理言われたけど当たったね。まあまあ、確変かどうかちょっと分からへんけどな。いやいや。あれ当たんねんて。ちょっと弱かったけどね、だいぶ。おみちゃん、もう終わってもうた。僕は終わりました。ちょうどなんか入れ違いがすごいよね。店長終わった後、おみちゃんだって、おみちゃん終わったら店長当たるっていうね。何個だ。早く終わってください。店長早く終わって。でも、確変入るかもしれないね、店長は。いや、そうなんですよね。あれ当たるんやね。ほんまびっくりしたわ。ちょいパチハマってた人もいたもんね。そうですね、30分の1の台を300ぐらいまではめてた人おったね、それは。ほんまにね、何やっとんねんって言われたよね。はい。雰囲気、店長も池澤マネージャーみたいに配信中打ちながらタバコ吸おうぜって。当時はね、本当に。当時はね、あれ、ちょっと映像残ってるもんね。やば。お弁当食べながらとかやってたよね、そういうの。懐かしいわ。当たったら確変やで。六図柄は多分確変ちゃうかったかなって言われてますけどね。そうだったっけな。濃厚があるんすか。どうなんやろう。おい。嘘つかないで。まだ分からんよ。なんかよしか。まあ確かにまだ分からへんよね。
いやー店長、今の演出はちょっとどころか相当弱かったけどねーって言ってますね。そう、あの激アツだけ出てたからちょっと弱いかなーってね、ちょっとやっぱ体感思ったんですけど、すごいね、でも当たった、すごい落馬。そうやね、松風がやっぱちょっと強かったね。まだでも時短ありますからね。そうっすよ、馬乗りこなすの下手くちょやったねーってね。ま、でもなんかあれっすよね、なんか変な単発引いた時って、あ、これ格変ちゃうやろみたいな、こうなんか出ますよね、気持ちがね。ロクズからが格変なわけないやん、嘘つかんといて。混乱するから、あの知らん台やったら混乱するから。私も刑事そんな打ってへんから、え、そうやったっけって思ってしもたやん。みんな騙された。うん、店長騙された。まあでも押してあかんかったらバレるでと思ったけど。ちょっとびっくりするやん、ほんとに。店長最近かぶいたから当たったんちゃうみたいな。かぶいたんね。えっ、かぶいたんすか。かぶいたん、マジで。店長そんな破天荒やったん。でもおみちゃん以上赤系の演出来てるよね。なんかさっき赤やったね。なんか襖2段階までいったら赤。あ、ほんと、これで閉まったなみたいな。あ、なるほど。あ、そっか、これ時短抜けのすぐのあれやね、あのモードですよね。なんかこういうモードは好きですけどね。店長、この間はゴルフは成績は良かったんですか。え、良くないですよ。良くなかった。練習とかあんま行かないんですか。いや、もう全くですね。あ、もうその時にやるぐらいで。あの日なんかだいぶ暑かったって聞きましたけど。いや、焼けました。やっぱ焼けたんや。そらな、みんなお酒飲んできたんかなって。焼けすぎとって。焼けすぎた、もう。あれ焼けてるだけやで。もう顔真っ赤やったし。どうぞ。お酒飲んできたね。どうやって店長来たんやろうやで。確かに、チャリ歩き。歩きって。確かにね、ゴルフあの日っていうか、もう9月もまだ全然暑いですね。今も暑いですけど、昼間もちゃくちゃ暑いから、あれほんまみんな天井時しんどかった言うてはりましたけどね。半年に一遍やけど結構大変ですよね。ロクズガラが格変なのはギャロクシーエンジェルの台。あ、まあ、だいぶ昔の台やね。まあもちろんね、メーカーというかその半径によってはその熱い図柄とかもね全然違いますからね。009やったら9とかやしね。刑事やったらまあ一応7と8が熱いとかありますからね。あ、でも8テンパですね。これ、あれですね、G 単中のリーチがどれが熱いかちょっとあんま分からないんでね。そうですね、もうなんか鎖の色とかじゃないんですか。あ、なんかな、タイトルとかね。一応8点になってますけどね、今。あ、確かに白やね。おやっぱり、やっぱりそうや、ほら8点やもんね。あれ8点って熱いかなと思ったけど。いや店長、今日8点熱いんすか。なんかね、7が一番熱くて、8もそこそこあったと思うんですよ、ね。店長ちょっと終わってくれないと僕が当たらないんすよ。いやいや、店長時短で引き戻したね。ね、やばー、ね、今日すごいな。すごいな。ですよね、ありがとうございます。あのコメントも8点熱かったよって言ってますね。そうなんですよ、8点の前にリーチがちょっとあれかなと思ってたんやけど、でも普通に当たりましたね。あっさり当たるんかいって言われた。ほんま当たるんですね。8と7は良かったよ、刑事。そうですよね、確かね。一気モード行きましょうってね。あ、一気がけか。8、7は熱い。そうそう、だからあのね、連続予告の時も大体7、8絡みでね、いつも連続予告あったし、7が 90% ぐらいやったっけね、確か。熱いのがね。で、8が、まあそこまではないですけど、まあ 30% かなんか 40% ぐらいはなんか期待度あったような気がするんで。通常中ですか。通常中ですね、はい。きっと6も熱かった。大嘘って。もう6はやめて、マジで信用したからあれ。えってなったからさ。イスパニアもみたいでね。明日やっぱ漆黒やな。ねえ、これ見て、まあ何人かの方は漆黒打たれる方もおられるかもしれませんけどね。簡単やなぁ。簡単やなぁ。ほんと。初当たりも早かったですね。早かった。これ、あれよね。だから、一番打ちに行って負けないパターンですよね。投資も、追加投資もないし、で、まあ、球もそこまで減ってないのに当たるっていう。で、しかも確保編入るっていうね。店長、今日乗り打ちですよね。お前ね、乗り打ちやったら全部たかるパターンになるけど、ね。店長が出した球をおみちゃんが全部吸っていくっていう。僕が吸うだけなんで、甘い蜜を吸う。で、後で喧嘩するっていうね。何も逆らえないですよ、ね。そうそう、お前、俺何連したのに、お前全然当たってないやんけ、みたいなね。店長って。お前ね。ああ、明日仕事やーってね、増税対応がきついっていう方おられます ね。この10月1日からね、ほんと一気に変わりましたからね。ね、
トラブルも多いって言いますよね、はい、そうですよね。あのやっぱ値段とかその商売ね、こう商品の関わってる仕事されてる方はかなり大変かなと思いますね。あの 8% と 10% の違いもやっぱりよく分かってない方かなり多いと思うんだよね。なんであんなちょっとややこしいことしたんやと思いますけどね。ね、もう一緒にしてくれた方が、もうなんかだって結局 10% やんって思ってまうしね。だからね、お持ち帰りが 8% で、ね、店内飲食 10% とかもちょっと分かりにくいし、なんかあれ駄菓子とかでも値段違うらしいですね。だからその容、うん、ちょっとなんか記事読んだが、容器として使えるものは 10% で、なんかそんななんか容量とかね、お菓子の容量のサイズとかで違うらしいんですよ。難しすぎて分からへん。分からんな。なんか例えで出てたのはビックリマンチョコは8円で、プロライターチップ、あのプロ野球チップスとかあるじゃないですか、あれが 10% みたいな。ちょっとよく分からない。だからお菓子の容量が多分あれなのかな、その少ないって言ったら、なんかそんな感じで書かれてた。あれ、店長行きがけって。あれ、新歌舞伎になってる。まあ、まあ、当ててくれるでしょ、店長次。ね、いや、タバコで愚痴る人はしばらく多いと思う。タバコもね、ちょっと上がっていってもね、今。店長行きがけって言われた。もうしっかり忘れてたよ。しれーっと書いてましたよ。そうそう、しっかり、しっかり忘れて。不景気なのに増税とか頭抱えるよねーってね。しかもちゃんと決めてんならわかるけど、むちゃくちゃ中途半端って言ったよね。確かにな。そう、あのレジもなんか買わないとダメなんですね。あ、そうなんや。あ、そのあれか、8% 対応とあれか、10% 対応のやつか。そうそう、だから、結局なんか潰れる店も出るって言ってた。ねえ。あ、そうなんや。それはあれやな、大変やな。まあ、確かに喫煙者の方とかね、そのお酒飲まれる方はやっぱちょっとまた税金上がるから大変かもしれへんね、本当に。あと次は走行税もね、なんかかかるっていう話出てるし、車でやっぱ通勤されてる方かなり痛手ですよね。走行税、走行税1キロ何円とかかな、だからそんなん今噂なってるらしいですよ。もうなんか地方住まれてる方とかね、もうほんまに苦痛よね。いや、ほんとそうっすよね。ねえ、食べ物 8%、 水道代 10%、 はてなはてなって言われてるね。100円ショップ行ってきたけど値段バラバラで分からなくなりそうやった。100円ショップもそうなんや。あ、そうか。ただでさえね、最近300円とかのもあるけど、もうそれに加えて108円やったり110円やったりとかのかな。おまけ付きお菓子で価格の3分の1超える分がおまけだと減税率、あ、それで軽減税率にならないらしいです。そうそう、だからプロ野球チップスやったらカードの方がメインになるからとかじゃないかな、多分ね。ビックリマンチョコやったらやっぱ、まあ、一応ウィハースのチョコレートの方が容量大きいからかな。難しいよね。確かに難しい。だそう、同じようなラムネ菓子でもこっちは 10% でこっち 8% みたいな、その表みたいなのあったけどね。もう110円持っていこうって感じになるよね。いや、間違いない。ねえ、もう難しいよね。店長はあれですね、あの喫煙者でしたよね、はい、タバコはちょっと上がっていってますけど、どうですか、ちょっときついとかあります？いやー、まだまだ大丈夫、ね、うん、いくらぐらいまでだったら買えます？いや、どう、いやでも1000円いったらやばい、もう考えるかな。店長もあれですか、お小遣い制ですか？一応はそうね。タバコ代とかもそこから賄うやったら、ちょっと1000円だったらきついですよね。もうほんまに高級品になってまいりますよね。確かに。でもちょっと前ね、あのマイル、まあもう今名前だけ変わったけどね、マイルドセブンとかもう300何ぼとかやったけど、もうだんだん400円とかね、もう500円とかなってきてるし。まあでもまだそれでも海外の方から見たら安いらしいですね、日本のタバコって。これでしばらくしたら安倍ちゃんは増税して成功したドヤーってするんやろうな、花折ってほしいわやっぱどうなるね、こうなんかその政治もこうやっぱり一般の人とちょっとかけ離れたものになってしまってるから、なかなか難しいですよね。一般の声聞いてもらうのもやっぱ大変やろし、まあそれも全部その声ばっかり聞いててもっていうのもなるやろし、ちょっとやっぱ難しいよな。なんかね、保険料なくす代わりに他のものが税 20% とかで良かったと思うけどねって言われてますね。まあ海外ではね、その税金高いけど、その代わり保証はちゃんとしてるって国も多いですけどね。ただでもそれを日本でやるとしたら、まあまあ難しいんじゃないかなと思いますね。ああ、そうですね。
まあ、人口も違うしね、もちろん制度ももともと違うから結構難しいよね。タバコは220円の時もありましたよ。だいぶ前かな。じゃあ220円はすごいね。まあ、あ、そっか。まあでも物価が今上がってるからどうなのかな。昔の金額では高かったんじゃないですか。かもしれないですね。お金の価値が分からない。確かに。おめっちゃんは吸わないんやったっけ。僕禁煙したんですよ。ほら、偉いね。だ1日2箱とか吸ってたんで。ああ、なるほど。それをもうやめた。もうやめましたね、完全に。2年ちょっとかな。もうあれですか、2年経ったらまだ大丈夫ですか。吸いたくなる衝動あるんですか。いや、僕ないんですよ、全く。そうなんや。やめる時もなんか、あ、まずみたいな。へえ。まずって思ってやめました、僕は。あ、そうなんですね。それが逆にこう食べ物に行ったとかないの。あー、ちょっと太ってやっぱりそうだよ。やっぱそうだよ。ちょっとじゃないやろ。いや店長20キロっすね。やばっ。え、ほんと禁煙して20キロっすか。そうっすね。すごいな。やばいでしょうね。店長落ちてるんちゃうって言われてるけど。確かになんかちょっと怪しいよね。よしよし、何にもないもん。俺の出番や。そうやね。俺の出番か。2箱そりゃ吸いすぎや。あ、終わってない。あぶねー。ただ何もなかっただけやった。これほんまこの展開一番怖いよね。確変せっかく得れたのに。店長も割とあれですか、こう2箱とかは結構吸っちゃうタイプですか。いやいや、1箱も吸わないですよ。あ、そうなんですか、うん、でも結構本数は持つ方なんですね、1回買ったらね。禁煙してご飯が美味しかったんですね。わかります。そうそうそう、うまかった。あとちょっと口寂しくなるんかな、なんかね。あ、でもそれはありましたね、なんかこなんかね、うん、その、まあ、一服の代わりじゃないけどね。そうですね。しばらくその慣れるまでそれがやっぱ続く人多いよね。そのなんか食べるっていうのはね。うん、ガム食べたり。そう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 、グミ食べたりとかね。政治家は給料下げても天下りとかあるから大したダメージないよねってね。逆に天下り先で儲けようとするのが嫌だって思いますね。政治もだからもう綺麗にね、こうみんなに分かりやすく開示してくれたらね、なんか納得するとこもあると思うやけどな。でもやっぱ禁煙してやっぱ太られる方はかなり多いんでね、これだからタバコ吸うてるのがいいかどうかも分かれへんしね、禁煙していいかどうかも何とも言えないよな。どっちにしろあれやけど、太るのも良くないもんね。ねえ、いや、まあ僕は結構あれよく食べてたんでね。あ、本当ですか。めっちゃ食ってたんで。やっぱ夜に食べる方やったんですか。夜に食べますし、ピザも L1 枚とコーラとか。ああ、もうあれね、デブカツやね。そうそうそう。デブカツ。もうデブカツしてますからね。デブカツやね。バリバリに。いやー、もうコーラとピザなんてもう最高じゃないですか。いや、そうなんですよ。確かにな。分かった。店長はあんまり夜食べないんですか。食べますよ。あ、食べる、うん、でもあんまり変わんないですよね。いや、結構変わってきてます。よう言いますよ。よう言いますよ。よう言いますよ。店長筋トレしてるんですか。してない、してない。え、またまた全く今は。そりゃ太るわ、おみっちゃんって言われて。いや、僕はしてないですからね。筋トレね、なんかたまにそのね、店舗さんのスタッフさんだったり店長をこうストイックに鍛えてはる方もおられますけどね。でもなんかやっぱりちょっとこうお腹出ちゃうと、うん、私生活がだらしなく見られるから、うんうん、やっぱりちゃんとやった方がいいみたいな。正そうとすんのかなっていうのは言われたことありますけどね。え、筋トレとかやって続きます。続くタイプ。僕は続かないです。続かない。もう完全な三日坊主やな。まず腕立て5回とかしか今できない。マジか。店長、そういうなんか筋トレ一時期やってたみたいなのもあるんですか。あ、僕は定期的にはやってましたよ。あ、本当ですか。もうジム行ったりとかですか。ジムじゃなく、いや、もう家で。あ、腕立てやったりとか腹筋してとか。へえ、すごいね。確かにな、まあ鍛えること。お、何やこれ。ちょっとボタンがちゃうかったね、今。熱風のなんちゃらみたいな。発展先のあれか。熱風の時。熱風の時。これはどうなんや。これも続けばいいってやつなのかな。なんか009でもこんなありますよね。あるある、そう、加速装置。うん、まあ同じメーカーやから許そう。ね、あ、今もう一段階ぐらいあればよかった。あ、扉普通か。あ、テンション7点じゃないですか。しかもトラやし。
いい。おみっちゃん全部持っていかれてんだけどね。なんか今熱いんちゃーんとか自分で煽っといて店長の方が当たりっていう。で僕のこれ外れますからね、だめ。ね、7点。あ、おみっちゃんはちょいやつかなーって言われてるけど。あ、ちょいやつなんやこれ。パチ屋だと深夜に食べるやろうなーって。でもやっぱ夜勤の人はね。激しい激しい。激しい激しい。ゴリゴリ言うてるゴリゴリ。ゴリゴリ言うてますよ。いやなんか簡単やなぁ。あっ、やっぱ、これよかった緑かよ。緑めっちゃ期待持たしたけど。いや、ほんまそうだよ。ここ赤とか、ね、そうやな、刑事は3点はそこまでやもんね、確かね。あ、ダメなんだ。うん、なんか昔のシリーズはちょっとね、熱そうな感じもあったけど、最近はそうでもないですよね。マジか。いやー、おみちゃん初当たりでもこれ2回引いたらすごいよね。1時間の間に3192回はな。もう店長に達成されてますよ。そう、もう時短、そうそう、時短引き戻しもしてしもたしな。店長次行きがけっすから。お前行きがけ。また忘れるで。あー、あー、おっか、やったわ、やったやったわ。緑はやった、緑はやった。これは当たったら革命や。まあそうやな。でも分かれへんで、だがそれがいい来るかもよ。え、なかった、わからん、まだわからんで、あ、はい、最近のね、台はじらすからね、終わっても。そうあ、これ当たりちゃんと思ってパッてハンドル離した瞬間すぐ次の回転行くっていうね。ですね。むっちゃ切ない、あれ。おいみたいな ね、消費税なかった頃が懐かしいとかね、言われてますね。ガソリンリッター90円台の頃が懐かしいとかね。まあガソリンもなんか上がったり下がったりしますもんね。今ちょっと高いんかな、140円ぐらい。どうなんですかね。ねえ、車乗らないんでね。あ、そっか。でもみちゃんはここ来るときは自転車なの。そうなんですよ、30分かけて。30分。まあまあ大変やな。痩せそうやけどね。でも往復1時間でしょ。痩せない食べる方があれか。全然痩せないです。あ、思いますか。でもこの辺結構その山とかアップダウン多そうやから、結構自転車こたえるんちゃうかなと思うけどね。汗まみれですよね、店長。汗まみれ。ねえ、店にシャワーがあったらいいよね。いや、そう、それなんですよ、ほんまに。30分チャリってお尻大丈夫って言われて。お尻、あれなんですよ、ちゃんと乗っかってないんで。あ、ちょっと浮かしてんの、立ちこぎ。立ちこぎ。かっこ悪い。いや、ちょっと待ってください。かっこ悪いって。おみちゃん、まあまあでかいし、立ちこぎやったらめっちゃ目立ちそうやけどね。いや、僕めっちゃサドル上げてるんですよ。あ、上げてんの？上げてるんで、めっちゃ速いですよ。あれ、自転車マウンテンみたいなやつ？いや、ちゃうっす、ママチャリ。ママチャリ？ママチャリサドル上げるってちょっと面白くない？いや、もうね、多分ね、旗から見たらやべえやつや、こいつ。あ、ヤンキー。あ、そうなんや。いや、そうなんですよ。サドルって、ハンドルをなんか曲げてんの。なんかカマキリよりもっとね、こうなんか真ん中でやるやつとかありましたよね。ありますね、まあ、ママチャリで。いやサドルないの、もしかして。めっちゃ上げてるとかね。サドルなかったら地獄やけどね。いや、ほんまそうだよ。あ、何の筋トレやねん、ママチャリかいって言われた。ママチャリ。え、鬼ハンですかって言われた。鬼ハンな。ガソリンは化石燃料やから、いやでも高くなってしまうよね。これから水や電気の車が出るなら心配は少ないですけどねってね。そうですね。確かにね。ヤンキーというか、ヤンキーに憧れて失敗してる感じがするけど。あー、僕はそういうのはね、あるかもしれないですね。でもやっぱこういうチャリあるあるってやっぱ地方の人多いみたいですけどね。この間ちょうどテレビで、栃木とか群馬とかの、関東でも、ちょっとなんですかね、田舎言うたらええんかな、あっちの方が集まって、こう、なんか喋りみたいなやってて、なんか地方の田舎あるあるみたいな、やっぱり自転車の話題出てましたもんね。そうそう、出た。私らもね、今はもうあかんけど、二人乗りね、するために、後ろに、やってましたね。そう、金属の棒付けたりとかね。それぐらいかな、やってたとしたらね。あれ、ほんま便利やったからな。青あ、ちゃうわ、青保留。青っすね。お、あ、でも、あ、二人引っかかったら熱いね、確かね。あ、じゃあ、全然意味ないっすね。意味ないっすね。よく、で、まあ、疑似連は行くんかな。青でも、まあまあまあ、疑似連はね。
まあでもやっぱ赤系以上やね、当たるんやったらね。ですね。緑はもう当たらんね、さっきのもね。そうですね、確かに厳しいところはありますね。もう一回ぐらい、もう1回。やばいね、これはやばい。これは無理っすね。無理っすね。まあ次点滅保留控えとったけどね。無理っすね。なんかね、メーカーとか機種によってはその同一保留の中にね、保留変化2個ぐらいやったら当たりみたいなのもあってありましたけどね。シンフォギアもそんなんですよね。あ、そうやったかな。なんか009の前のやつとかはそんなんやったんですよね、確かね。法則があるんですよね。カマハン、これカマキリハンドルっていうかなって言ってたな、ハンドル絞ること。あ、そうなんや。かぶいてソロは全然熱くないよって言ってますね。それでやっぱ刑事好きな人はよく知ってはるね。そうですね。私もやっぱこうなんとなくしか分からないですからね、台、その自分が打ってない台以外はちょっとあんまやっぱ分からないんでね。補足もらえるとね、非常に助かりますけど。確かに。あとは何や、演出的には。そうですね、まあね、キセル出たし。戦況ゾーン。あ、そう、戦狂いかっていうかな、それ、多分。戦狂いゾーン。なんかね、刑事やっぱりそのちょっと読み方がなんか難しいのあるからあれですけど、その先読みはね、あんまり出ないですね。あ、そうなんですね。なんか北斗もそうなんですけど、先読みの激アツゾーンってあんまり配信で出なくて。あ、今日もね、まあキセルは出たけどね、そういう先読みは出ない。そうですね。そうそうそう、だから結構面白い、まあ出にくいんかなみたいなね。じゃない、目標やな。目標その前に店長が落ちてしまうかもしれない。64、ね、まだまだ、まだ大丈夫。シンフォギアは青フリューのままやったら濃厚やったよね。そうですね、青やったらですね。青から赤になっちゃうとちょっとえってなってまうよね。ちょっとがっかりな。そうそうそう、熱いのには変わらんねんけど、青のままやったら当たりやから、ね、これ赤になっちゃうってことはどうなのっていうね。外れる可能性が出てきたっていう。そうそうそう。それは確かに。涙桜っていうか、ああ、そうだね、これは先読みの1個前の段階のゾーンでしたね、そういえばね。確かに、ウルトラセブンとかもそうやけど、SOS ゾーンはあんま出ないけどね、ウルトラライウンとかはよく出るっていうのはね。そんな感じですね。いや、やばい、店長何もなくなっちゃった、店長。店長静かですね。また勝手に落ちてる。今ちょっとセッティング中なんで、ね。セッティング中。これまあでも転落するときどうせやったらバトルで負けて分かる方がいいですよね。知らん間に落ちてるのやっぱちょっと怖いわ。そうですね。で、100回以内やったら残り時短でちょっと身構える。そうですよね。そう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 。本気で何もないとき落ちてたらマジで分からへんもんね。まあでもね、さっきみたいに何もないけど、まあ一応100超えちゃったみたいなパターンもあるから。運命の時ですね。そうそうそう。いや、大丈夫や。大丈夫。さすがにね。大丈夫。ファフナーやったら緑は激アツ。あ、そうやね。ファフナーもね、変化しただけで。え？店長、ちょ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 、まだ分からんけど、連打あるから。連打連打。いやいや、あくあく。優しい連打。優しいね。うーわー店長やりましたね。いや、いつ落ちてたいつ落ちてたん赤ゴーンってあれだ多分当たり終了1回転ぐらいで落ちとった落ちたかな何にもその下なかったよねやりよったっリーチありましたなかったなかった、なかったと思いますね。ですよね。転売もなかったもん。こういうことですよ。いや怖いね。これは怖い、これは怖いいやもうだってもう潜ることないもんな。いやそうですよね。もう切なすぎる。潜ってるんやったらまだね、でも落ち続けなあかんすもんね、うん、確かに。まあでもね、一応なんやろな、なんかプレミアね、まあ、トラ柄とか出てそのすぐ落ちるっていうのはもうほんま嫌よな、あ、そういえば1回だけリーチあったと思うって言われてた。あ、でそれで落ちてた、ね、負けてちょっと気抜きましたね。いや、これがあるから転落系は苦手なんよねーって言ってますね。私もでも転落機種ちょっと苦手意識あったんですけど、セイントセイヤのね、転落はめちゃくちゃよ面白かったですけどね。あれはなんかね、相性よかって結構続きましたけどね。まあでも転落はやっぱ確かにちょっとドキドキするね。
確かに、うん、それが面白いって言って映す人も多いんでしょうけどね。じゃあ今あれですね、保留全部貯めてから終わりましょうかね。じゃあ時間もねいい感じになったので、保留貯めたらですか。はい、でその4回転でも終わりましょうか。あのお客様としてね、もうこれじゃあ全部使って保留貯めてやめようみたいなね。一応じゃあ店長は2連2連ってことやったんですかね。そうですね、うん、まあでも箱的には増えてるから全然ね、勝負しよう思ったらまあ勝負できるぐらいになるよね。おみちゃんは完全に箱をもらうパターンになるけど、ね、そうですね、僕は今日乗り打ちやったんで乗り打ち被害額ゼロ。でも前々はキセル外してたよね。そう、私昔ねその配信の時になんかケージ打つ機会があって打ったけど、私ほんとケージ相性悪くて、ほんまキセルなんか4回ぐらい来て1回も当たらなかったもんね、あれ。うわ、だからもうそれ以来ちょっとケージはねちょっともう敬遠してるんで、ね、ちょっと避けてるというか。なるほど、好きすぎるとやっぱダメやなっていうのはよくわかりますね。ですね。よし、じゃあ終わったらねまた定位置に持ってください。今日初当たりいっぱいで逆にサムネに困るねって言ってますね。ああ確かにね、まあキセルもあったしね。そうですね、そこはじゃあもうちょっとあれやな、見栄えがええやつにするしかないな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、本日は、茨城サイト店から、ケージの指導をさせていただきまして、はい、まあなんとねちょっとミドルで不安やなーっていう声もあったんですけど、うん、まああの初当たり2人とも引けまして、店長に限った時短で引き戻しもすごい見せれたということで、はい、やっぱ持ってました。はい、じゃあもう賞金の記憶は全部皆さん消し去ってくださいね。これで 上乗せということで上書きでお願いします。はい、じゃあこんな感じで、サイトのねお知らせをまた最後に教えていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、10月6日はい、はい、グランドオープンしましたということで、はい、間もなく10月6日がやってきますんで、はい、ぜひぜひ日曜日、はい、今週の日曜日ですね。今週か、10月6日、そうですね、今週の日曜日です。はい、はい、いや9年ということで、はい、まあ、放送もね始まってまあ5年半ぐらいかななるんですけど、まだもうサイト本当にあのまだまだね4年ぐらいだったんでピカピカのお店で、まあ当時は多分一番大きいお店だったんですかね関西では。はい、仙台クラスのお店ですごい大きいなと思って私も配信来てましたけども、もうそこからもうね年月も経って9年ということなんで、まあ日曜日っていうね補足もコメントでありましたけども、ぜひ週末遊びに来てもらえたらいいなと思います。本当にね、まあ、あの抽選時間とはまたあの P ワールド等であの発表あると思いますので、はい、そちらチェックしていただいて、ぜひね茨城サイト店、10月6日遊びに来ていただけたらなと思います。お願いします。休まずにずっと営業はしてますので、あのいつでも来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ聞こえチャンネルね、明日が宝塚からの放送になります。明日も一応次第予定ということで聞いてますので、明日ももしね機種見たい方はぜひ、放送見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ店長9周年、はい、じゃあちょっと一言だけいただいてもよろしいでしょうか。9周年、はい、ピカピカではちょっとなくなりました。いやそんなことないでしょ、だって装飾とか結構いや軽くディスられたから。いや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 、当時当時ね、ディスってましたね。いやいやそんなことない、そんなことそんなことそんな恐れ多い。まあでもね綺麗なお店ですよ、装飾でねすごいし、はい、1年に1回の、はい、そうですね、バースデーなんで、はい、ぜひぜひ遊びに来てもらえたら、はい、はい、と思います。ダイソーもいいですしね、寝台もありますし、ケージも今日20台ありますんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこんな感じで、今日は、茨城サイト店からお送りさせていただきました。遅くまでお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは終わります。さよなら、おやすみなさい。バイバーイ。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。